バショウカジキ、学名イーストファースプラキプタースは、スズキ木クマカジキ科に属する魚の一種。長大な背びれが特徴のカジキである。釣りの対象として人気があり、食用にもなる。日本での地方名は、ビオブサシ、ミノカジキ、杉山、バショウ、バンバ、バレン、ハウオ、アキタロウ、ゲンバなど数多い。制御は、全長3.3メートルに達する。体は、 他のカジキ類同様に上顎が伸び、前後に細長い防水系の体型だが、多種に比べて第一背びれが大きく発達する。体は多種に比べて側平たし、小さく細長い鱗に覆われる。糞は長いが、マカジキやメカジキほどではない。両角には小さな歯がある。腹筋は細長く、ほっとほぼ同じ長さになる。船の穂のように見える背びれコスタリカで、インド太平洋の亜熱帯。 熱帯海域に広く分布する。日本近海では東北地方以南に分布するが、北海道南部でも稀に見られる。カジキ類の例にもれず外洋海優勢だが、カジキの中では最も沿岸に近づく性質がある。単独化、数日ほどの小さな群れで行動する。食性は肉食性で、イワシ、アジ、カツオなどの魚やイカ類を捕食する。 高速遊泳を行うことで知られるカジキ類の中でも最も早く泳ぐ水中最速の動物であり、その速度は54ノットを超えるとまで言われていた。しかし実際に場所カジキの遊泳スピードを海で計測した科学論文では平均で時速2トル程度であり、発信機を取り付けて追跡した実験でも最高で時速8トル程度である。その動物が本当に 全速力を発揮しているのか、客観的な判断ができないため芯の最高速度か、どうかは不明である。第一背びれは普段は折りたたまれて目立たないが、背びれを水面上に広げて泳ぐことがある。その他、獲物を追って急旋回するときなどにも大きく広げる。帆のように広がることから英語ではセイルフィッシュと呼ばれ、日本語ではまっすぐな葉脈のある場所の歯に例えられる。 日本近海産のものは4月の8月にフィリピン東方海域で産卵する。幼魚は第一背びれと第二背びれが連続しているが、成長につれ小さな第二背びれが分離する。大西洋産アイアルビカンスカジキの中でも沿岸に出現しやすいことから、トローリングの対象として人気がある。南シナ海を中心に台湾、フィリピン、マレーシアなどで釣ることができる。漁業面では、 マグロハエナは、ツキンボウ、低地毛等で漁獲される。鹿児島県沿岸の湖障、秋太郎は、秋に多く漁獲されることによる。水揚げ後の処理によって鮮度が大きく変わるため、漁師は糞を掴んで頭部を一撃し、速やかに締めの作業を行う。肉は、繊維質が強く脂肪の少ない赤身である。味はマカジキ、クロカジキ、シロカジキ、メカジキに劣るが、夏。 秋が旬とされている。刺身、塩焼き、唐揚げなどで食べられる。沿岸に寄ることが少なく、高速で遊泳するため捕まえづらいこと。身体は傷つきやすく、輸送が難しいことなどから飼育は非常に難しい。日本国内では2008年と2009年にアクアマリン福島による飼育展示がなされたのみ、同館では2008年に予備水槽で約2週間の飼育に、 成功。2009年に展示水槽で、約2ヶ月の飼育に成功した。東京都の火災臨海水族園でも、鹿児島の低地網へで向き、幼魚採集と餌付けを行うと、飼育に挑戦している。大西洋産は、ベッシュイーストファースアルビカンスとされ、この2種のみで場所を家事貴族を構成する。こちらも釣りの対象として人気があり、フロリダ、メキシコ、 コスタリカなどのカリブ海沿岸で釣りの愛好者が多い。ABCDEFGH カンバラトシハルチョ、岡村治保定エコロン自然シリーズ魚1966年初版、1996年、海底保育者 ISBN45 億8632万 1091ABE がひとしほか、新装版詳細図鑑魚の見分け方2002年、 講談社 SBN40 億6211万2809、AB 本村博之監修用、ワールド、鹿児島水族館、鹿児島のデチ地毛の魚たち、2008年、内田通る監修、学生版日本動物図鑑1948年、初版、2000年重版北流館、 ISBN 48億3260万427ハット ABC 檜山義雄監修。野外観察図鑑4行1985年初版。1998年改訂版。オーブン社 ISBN40 億1072万 4242ABCDE。 世界文化生物大図鑑魚類2004年海底審判世界文化社 ISBN4468049,037 ハット AB イーストファースプラキプタースイーストファースアルビカンスフロス R&D ポーリエディターズ2009フィッシュブイスワールドワイドウェブエレクトロニックパブリケーションバージョン渡辺祐希マグロは時速100キロで泳がない場所カジキを展示 2018年6月1日閲覧。続、新たな視点で見てみると、憧れの秋太郎。2018年6月1日閲覧。写真で振り返る25年。2018年6月1日閲覧。ありがとうございます。